りてこい。おお、さすが俺の教え子。僕は鳥なんかまっぴらごめんです。早々にあなたとやれるなんて嬉しい限りです。あのおかっぱがどんな攻撃するか知らねえかな。ガーラには勝てない。あいつは強え。それでは第9回戦始め。あれは砂。ガーラの意志に関係なく砂が盾となって身を守っちまうからな。違う。術も使えない忍者なんてそうはいない。カモアン、俺が許す。あれって重しか。よし、これで楽に動けるぞ。いや、化けが。たとえ他の術はできぬとも、あいつは誰にも負けない体術のスペシャリストだ。そんなに強かったのか。青春はこっちですよ。やばいな。ああ、やっべえな。あの目のクマ野郎、結構重いの食らったってばよ。そっちのやばいじゃねえよ。やっぱり砂をまとってやがったか。この中忍試験の中でもう一人のガーラが目覚めてしまったか。どうしたのか。ああ、あれは砂の鎧だ。鎧？あれがガーラの絶対防御だ。そんなのどうしようもないってばよ。弱点なんかねえじゃん。覚悟。さっさと来い。お望み通りに。なんて連続蹴りだ。うわっ、表レンゲ。手応えありです。よっしゃ。なに。あれは間違いねえ。あの目は。逃げろ。おかっぱは完全にガタが来てるじゃん。ガーラは遊んでやがるぜ。しかも頼りの体術も今や人並み以下。勝てっこな。これ以上戦ったら死んじゃうわ。
何？リーに動きが。戻った。リーさん笑ってる。あんなに追い込まれているのに。この体内門を開き、裏レンゲを。そうだ。なんてこった。それは何？何をするつもりか知らんが、お前はここで終わりだ。砕けが。こんなところで負けるわけにはいかない。認めてください。今こそ自分の人道を貫き守り通す時。赤く。さらに第4の門消耗。なんてやつだ。暴力でどうこうなるものじゃないぞ。早い。ガラ、どこだ。また砂の鎧ですか。何？剥がされていく。砂の盾が追いつかない。あいつ、それは触れることすらできぬ高速連続だ。です、最後です。うわ、裏連携。早すぎて、何が何だか。まさか氷炭が砂に。どこそ決まった。ガラ、リーさん。砂でできた氷炭で。そんな、裏レンゲを食らってまだ技をかけられるなんて。ヒュー。こいつは愛すべき俺の大切な部下だ。リー、もういい。終わったんだ。お前はもう立てる体じゃ。お前ってやつは死だってさえもまだ自分の人道を証明しようというのか。立派な忍者だ。勝者、ガード。ガーラに勝てるわけないんだ。こんな奴にケジマユが負けるなんて。ケジマユ。リーさん、早く降りてこい。おお、さすが俺の教え子。僕は鳥なんかまっぴらごめんです。早々にあなたとやれるなんて嬉しい限りです。あのおかっぱがどんな攻撃するか知らねえがな、ガーラには勝てない。あいつは強え。それでは第9回戦始め。これは砂。ああ。ガーラの意志に関係なく砂が盾となって身を守っちまうからな。違う。
れがガーラの絶対防御だ。そんなのどうしようもないってばよ。弱点なんかねえじゃん。覚悟。さっさと来い。お望み通りに。なんて連続蹴りだ。うわっ、表連携。手応えありです。よっしゃ。なに。あれは間違いねえ。あの目は。逃げろ。術も使えない忍者なんてそうはいない。カモアン、俺が許す。あれって重しか。よーし、これで楽に動けるぞ。いや、化けが。たとえ他の術はできぬとも、あいつは誰にも負けない体術のスペシャリストだ。そんなに強かったのか。青春はこっちですよ。やばいな。ああ、やっべえな。あの目のクマ野郎、結構重いの食らったってばよ。そっちのやばいじゃねえよ。やっぱり砂をまとってやがったか。この中忍試験の中でもう一人のガーラが目覚めてしまったか。何としたのか。ああ、あれは砂の鎧だ。鎧？何をするつもりか知らんが、お前はここで終わりだ。僕だけが、こんなところで負けるわけにはいかない。認めてください。いや、自分の人道を貫き守り通すとき。赤く。4の門、消耗。なんてやつだ。努力でどうこうなるものじゃないぞ。早い。ガーラ、どこだ。また砂の鎧ですか。何、流されていく。ボン、かい。おかっぱは完全にガタが来てるじゃん。ガーラは遊んでやがるぜ。しかも頼りの体術も今や人並み以下。かてっこな。
以上戦ったら死んじゃうわ。何？リーに動きが戻った。リーさん笑ってる。あんなに追い込まれているのに。この体内門を開き裏レンゲを。そうだ、なんてこった。それは何？